モハンマドレザーシャパフラビーは、パフラビーやサイランの第二代にして、最後の皇帝である。パフラビー二世とも呼ばれる。亡命前後の日本の報道では、パーレビ国王と呼ばれることが多かった。父である先代の皇帝レザー、シャアの隊により即位し、白色革命を推進して、イランの近代化を進めたが、イラン革命により失脚した。1919年、 ガージャール朝の軍人レザー、ハーンの長子として、テヘランに生まれた。1925年に、父が、レザーシャーとして皇帝に即位しパフラビー庁を開くと、皇太子となった。その後、上流階級の子弟が通うスイスの私立寄宿学校、ルロゼへ留学した。なお、同校においては、その後アメリカの CIA 長官となるリチャード・ヘルムズら、同級生からの信頼も厚く、 多くの友人を作った。1941年、議会にて皇帝即位の宣誓を行うモハンマド・レザーシャー1939年9月1日に勃発した第二次世界大戦中には、レザーシャーがイラン国内に居住するドイツ人の追放を拒否し、連合国に鉄道の使用を拒否するなど、イランは急速に数軸国のドイツに傾斜した。 このために連合国のイギリスとソビート連邦は1941年8月25日に鉄道を含む補給路と石油などの豊富な資源の確保のためにイランへの侵攻を行った。この侵攻を受けてレザーシャーは連合国の一国でイランとの関係も深かったアメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領に仲介を求めたものの拒否され9月17日には イラン軍は制圧された。その後イランは両国による共同進駐を受け、両国の圧力を受けて退位した父に代わり、モハンマドレザーは、モハンマドレザーシャーとして皇帝に即位した。ファラーディーバーとモハンマドレザーシャー同年に、ムハンマドアリアサエジプトの国王フワード一世の長女ファウズイーエ、ビンとフォワードと結婚したが、後にフワとなり1948年に離婚した。 ついで1951年に、イラン南部のバフティアーリー族の貴族の長女ソラヤー、エスファンディアーリー・バフティアーリーと再婚したが、後に、彼女が不妊症であることが発覚し、定型症の安定のため、1958年に、やむなく離婚した。そして1959年に、イラン軍軍人の一人娘、ファラーリーバーと結婚した。 国内視察を行うモハンマド・レザーシャー1971年、訪米時のモハンマド・レザーシャーと、アメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領及びパット・ニクソン夫人皇帝は、1951年より、石油国有化を進めるとともに、ソ連に接近したモハンマド・モザテク首相と対立したが、1953年に CIA と魅クの支援を受けた。 皇帝派のファズロラザー・ヘディ将軍らによるクーデターが起きて、モザテク首相は失脚し、権力を回復した。1960年代より、秘密警察砂漠を動かして、左右の反体制運動を取り締まるなど権威主義体制を敷く、一方、上からの改革を図って、経済成長を目指すという、いわゆる開発独裁体制を確立した。 日本の飛躍的な経済成長に注目して1963年からは、石油の輸出により獲得した外国資本とアメリカ合衆国による経済援助をもとでに、白色革命に着手し、土地の改革、国営企業の民営化、労使間の利益分配、婦人参政権の確立、教育の振興、農村の開発などの改革を実行して、イランの近代化を進めた一方を、 親欧米路線の元引き続き欧米諸国の外国資本の導入に努めた。また自らも英語やフランス語を駆使して親欧米外交を進めるなど政策の先頭に立った。またイスラム圏ではトルコに次いでイスラエルと国交を樹立した。イスラエルには石油を供給しエリコやガブリエルの射程を延伸させた長距離ミサイルの共同開発で軍事的にも協力関係にあった。 このような政策を支持した欧米諸国、とりわけアメリカ合衆国は革命直前の1970年代に至っても深い関係を続け、1970年代中盤にはまだ他の同盟国にも販売したことのない最新鋭のグラマン海 -14 戦闘機とボーイング747空中給油機をイラン空軍に納入したほか、同じく最新鋭のボーイング747 SP 旅客機をイラン航空に販売するなど、イランを事実上の再慶国として扱った。後に、イラン・イラク戦争を起こすことになる隣国イラクとは、アルジェリアで、当時のサッター・ムフセイン副大統領とアルジェ合意を、結んでシャットル・アラブ側及び、フーゼスターンにおける、国境問題の解決と敵対関係の停止を、合意した。1975年、 イラクのサッターム・フセイン副大統領と共にまた、モハンマドは改革の一環として、女性解放を掲げて、ヒジャブの着用を禁止するなどイランの世俗化を進めたが、これらの政策は、メ命に依頼イスラム法学者の反発を招いた。例えば1962年10月6日に、地方選挙において選挙権と非選挙権をムスリムのみに、限った条項を撤廃し、 バハーイー教徒などにも市民権への道を開こうとした時には異教徒、とりわけシーア派保守派からは、邪教徒、カーフィルとされるバハーイー教徒がムスリムと対等になることを嫌った。ホメーニーらの抵抗に遭い、法改正の撤回を余儀なくされた。その後ホメーニーは反対政派に対する影響力を警戒されて、国外追放され、イギリスのロンドンへ向かおうとしたが、 イギリス政府に拒否されたため、最終的にイラン人亡命者コミュニティのあったフランスのパリへ亡命したが、その後もイラン国内の反体制派に影響を与え続けた。1971年、イラン建国2500年祭典に臨むモハンマドレザーシャー1975年、エジプトのサダと大統領と共にモハンマドはさらに、自らの称号をアーリア人の栄光を意味する。 アーリアメヘルと定め、1971年には、古代のアケメネス・ワサ、ペルシア帝国の遺跡ペルセポリスで、イラン建国2500年祭典を開催し、イラン人の民族意識を鼓舞する、イランナショナリズムを、イランの新たなイデオロギーに据えることを目標にした。この行事には、多数の国賓が出席し、エチオピア帝国のハイレセラシエ皇帝や、 日本の皇族で古代オリエント史学者の三笠宮隆人親王等といった世界各国の王族だけでなく西側諸国、東側諸国、非同盟諸国の首脳なども招いた盛大な式典だった。同時にキュロス二世が紀元前539年に新バビロニアを滅ぼした際バビロン保守からユダヤ人などの諸民族を解放しおののの故郷に戻して 彼らの神殿を再建したと記録されている、キュロスの円筒印象の複製を、世界初の人権宣言として、国際連合に贈呈した。またモハンマドは、この行事を記念して、首都テヘランに、シャアの栄光を意味する、シャアヤードタワーと、その南にあるレイという町に、先代の皇帝である父親ルザー、シャアの霊廟を建設した。なお、シャアヤードタワーは革命を機に、 自由の名を冠したアーザーディタワーと名称を変えられた。現在レザーシャーレイビョは跡形もなく破壊され、跡地はイスラム教の神学校になっている。同年より従来のジャラーリー歴に代わって帝国歴を採用キュロス2世がメディアを滅ぼしてアケメネス朝を起こした紀元前550年をキュロス紀元とした。しかし1979年の革命の後、 イスラム共和制の成立により、ヒジュラ期限のジャラーリー歴に改定された。しかしこの一連の事業に投じられた費用は2億ドル以上にも及んだとされ、反体制的なイスラム法学者をはじめとする、諸方面から国費の浪費である、などの批判が多くなされた。ちなみに、フランス在住のイラン人漫画家、マルジャン・サトラビは、著書、ペルセポリスでこの式典について言及している。 1978年8月、中国の各国法党主席とともに、冷戦下において、欧米や日本などの先進国との石油外交を基礎に、下深い経済関係をもとに進めてきた近代化政策は、1970年代中盤に起きたオイルショック後の急速な原油価格の安定化もあり、破綻を起きたし始めた。それに伴い国民の間での経済格差が急速に、 拡大し、政治への不満も高まりを見せ、1975年には、皇帝の求心力を保つために二大政党制を廃止して、ラスターヒーズ党による一党制を行い、バザール商人はそのスケープゴートにされた。アメリカ合衆国を後ろ盾に独裁を強めるシャアに、対する反体制運動は、ホメーニーをはじめとするイスラム主義者のみならず、 モジャーヘディネ・ハルグやイラン共産党などソ連が支援する左翼も参加して激化し、国内ではデモやストライキが頻発した。モハンマドはテヘラン市内に戒厳令を敷き、夜間外出禁止令を発令するなどして、これに対応したものの、ホメーニーなどが後からコントロールした事態は収拾がつかず拡大する一方であった。この間、 1978年8月に皇帝を訪問した最後の外国首脳である中華人民共和国の過国法党主席と会談した際には同行した国家外相がソ連への対抗策を議論しようとするもモハンマドは古代ペルシアの先制術師の話を持ち出して自らの政権が続くという確信が持てていないことを伝えた1979年1月16日に 休暇のためにイランを一時的に去ると称して、皇帝専用機のボーイング727を自ら操縦し、最初の妻の出身地でもあるエジプトに皇后や側近と共に亡命した。モロッコ、バハマ、メキシコを転々とした。ホメーニーは2月1日にエールフランス航空のチャーター機で15年ぶりの帰国を果たすと、直ちにイスラム革命協議会を組織し、 メフディ・バーザルガーンを首相に任命した。その後、モハンマドが任命したシャープール・バフティアール首相の指揮下で皇帝への忠誠を誓っていた提出親衛隊及びイラン陸軍の空挺部隊と内務省の治安部隊がホメーニーへの支持を表明したイラン陸軍内部の不満分子と戦闘状態になるものの2月11日に制圧された。 バフティアール首相や提出親衛隊隊長らは逮捕され、バフティアール首相は2月13日に正式に辞任した。その後、イスラム革命評議会がイスラム主義を基礎に置いたイスラム共和制を敷いた。モハンマドレザーシャーの墓モハンマドは、その後がん治療のためという名目で、皇后らとアメリカに移ったが、 アメリカがその入国を認めたことに反発した学生らが1979年11月4日にテヘランのアメリカ大使館を占拠してモハンマドの身柄引き渡しを求めるというイランアメリカ大使館人質事件が起きた。この事件によりアメリカとイランの関係は決定的に悪化した。モハンマドはこの事件の発生を受けて12月5日にアメリカを離れパナマへ向かった。 その後、モハンマドと兄弟と呼ぶほど、信仰のあったエジプトのサダト大統領に受け入れられ、翌1980年7月27日にカイロで失意のうちに死去した。なお、イスラム革命後のイランは、エジプトと断交した。ファラーパフラビー皇后は、サダト大統領の暗殺後、アメリカのロナルド・レーガン大統領の被護を受け、再び渡米。一家は、 アメリカ東部に今日定めた、モハンマドレザーシャーの肖像が描かれた1リアル紙幣。ありがとうございます。